アンドラ、カニーリョ教区にある村。カニーリョとアンカムの間に位置する。聖母マリアを崇敬する教会があり、メリチェイの聖母の名で知られる。1873年、アンドラの国会にあたる、警告議会は聖母を国の守護聖人とすることを正式に宣言。1921年、聖人の記念日である9月8日を国家の祝日とした。メリチェイの聖母教会は、 ロマネスク様式の教会であったが、1972年、喝災で、消失、1976年に、スペイン、バルセロナ出身の建築家、リカルド・ボフィルによって、新しい聖堂が再建された。今日でも多くの巡礼が訪れている。メリチェイの聖母については12世紀後半の物語として、次のような伝承が伝わっている。ある冬の光源祭の日、 メリチェイの村人がカニーリョまで礼拝へ出かける途中、道端にバラの花が咲いているのを目にした。村人はそのバラの下に聖母子像を見つけ、カニーリョの教会に安置した。ところが次の日、同じバラの下に聖母子像が戻っていた。そこで人々はエンカンプの教会に置いてきたが、その翌日にもまた元の場所に戻ってきた。不思議なことに、 真冬にもかかわらずバラの周囲に雪は積もっていなかった。メリチェイの村人はこれを天のお告げと受け取り、そこに教会を建てて聖母子像を置いた。これがメリチェイの聖母教会の始まりだという。ありがとうございます。